はい、皆さんこんにちは。デック専任講師の横溝です。さて、1月31日今回ですね、2016年度行政書士試験の合格発表がありました。まあ、合格率はもうご存知の方多いと思いますが 9.95% ということですね。昨年2015年度が 13.1% だったので、まあそれよりは下がったという感じではありますが、長い目で見ると大体やはり8から90その辺をうろうろしているような状態だという方が普通ですから、2015年度の 13.1% がちょっと高めだったということになるかもしれません。そういう意味では平常運転に戻ったかなっていうような合格率だと言ってもいいでしょうね。ただ全体のですね、受験者数がやはり少なくなってますので、合格した方の人数だけで見れば2014年度の試験とほぼ変わらない4000人ちょっとっていうような状態になっているということなんですね。もともと択一のところの出来というもので考えた時に、レックの無料成績診断の結果はですね、もう再三お話ししてたんですけど、あんまり良くなかったんですね。であんまり良くないねっていう話をしていて、ただ2014年ほどは悪くないで、2015年ほど良くもないっていうような、そのぐらいの点数で、結果がですね、着地したねっていうことを言っていた、まあ、それでこの合格率まで、キープできたとこういうことを考えると、まあ記述の採点のところなんですが、まあ、これからいろんな方の、ね、点数を見てまた考えていかなければいけませんけれど、おそらく想定していたよりは緩やかに採点をされているんじゃないのかなというような、まあ、感覚で見ているということになりますね。正解例が問題の45番46番の民法のところが2通りずつこう出てるんですね。ああいうふうに2通りずつ出てる時っていうのは、やはりそのどこかに引っかかってくれば点を与えるよっていうようなパターンも採点をしているはずなので、まあ、自分の書いた答案が予想以上に点数が上がっているという可能性はあるのかなということだと思います。2017年度試験がどうなるかというようなこと自体はですね、まあ、今の段階ではまだ何とも言えないという話ではあるけれど、やっぱりはっきりしているのは法令の択一のところでどれだけちゃんと点が取れるか、マークシートの、ね、誤試択一と多試選択のところでどれだけ点数が稼げるかということと、一般知識に関してはやはり文章理解と、それから政治経済社会のところですかね、そのあたりでどれだけ点が稼げたか。2017年度試験で個人情報保護法なんですが、5月施行が改正法なんですね。ですからそれ考えると、正面から今年の2017年度試験で個人情報保護法が問われる確率はやはりそんなに高くはないだろうということを考えると、情報通信のところがまた出題がなかなかですね、どんなもの出るかなって微妙な情勢になるかもしれませんので、より一層文章理解と政治経済社会のところの比重というのは重くなってくるんだろうな。まあ、何はともあれ、今の段階ではしっかりと法令の民法行政法の択一のところの点をですね、きちんと固めていくということが非常に重要になるんじゃないのかな。まあ、オーソドックスな基礎をしっかり固める学習というのが、やはり行政書士試験突破のためには必要なんだろうということなんですね。ということで、まあ、今回 9.95%、まあ、平常運転に戻って、まあ、これが2017年も続いていってくれた方が予測しやすくていいのかなというところではありますが、まあ、今回ですね、合格発表を受けての、まあ、公表ということになりますかね。今年最年少合格者が14歳ですか。でびっくりしたのは、最年少受験者の年齢が10歳って方が2人いらっしゃるということでした。最年長が合格者は81歳で、受験しただけだったら91歳の方がいらっしゃるんだそうですね。本当に幅広い年齢の方が受けてらっしゃるんだなというような印象があります。実はこの1月31日ですね、渋谷駅前本校で合格者の方が報告に来てくれるというようなことをですね、まあ、教室とってやったんですけれど、その中のお話を聞いてても本当に皆さんですね、非常に苦しい中で一生懸命時間を捻出して勉強して、そして合格をつかんだって方ばかりでしたから、まあ、そのエピソードはまたおいおいお話ししたいと思いますけれど、本当にいろんな状況の中で一生懸命頑張っている方がいる、今これをご覧になって2017年度試験に向けて勉強している人ね、やはり今の自分の置かれている状況
諦めてはいけないんだなっていうことをその合格者の人たちを見てると本当にそのですね力強いメッセージを合格者の人たちからいただいたなというような印象も持っていたりはします。ぜひ、粘り強くね一歩一歩今年の試験を目指して頑張っている方はこれからも勉強を続けていきましょうねということも最後に付け加えておきましょうかね。ということで、今回1月31日合格発表を受けての私からの簡単なメッセージということになりました。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。